化粧水でお肌を整えた後、手のひらに直径約2センチ取ります。額、両頬、鼻、顎の5箇所に置きます。両手を使って額、目の上、目の下、鼻筋、小鼻、口の周り、頬の順でなじませます。ゆっくりと丁寧に隅々まで。次に首筋になじませます。指の滑りが止まるまで繰り返します。最後に手のひらでお顔全体を優しく包み込むようになじませます。お顔の上半分、中央、側面、このようにゆっくりとしたスピードで丁寧になじませることが大切です。お顔全体になじませた後、乾燥が気になる部分に密着させるように軽くプレスして丁寧になじませていきます。指先が冷たい場合は手をこするなどして温めてから行いましょう。